俳優の綱ケイトが10月7日スタートの NHK 夜ドラマ未来の私にぶっかまされる。毎週月曜から木曜夜10時45分で主演を務めることが決定。同局のドラマ初出演、初主演を飾る綱は念願の NHK ドラマ初出演です。ぜひ楽しみに待っていただきたいです。と意気込みを語った。綱が演じるのは社会人10年目を迎える。 市役所職員の五十嵐よりひと、五十嵐ライト。堅実で安定志向の裏には、ちょっと先は大炎上のリスク社会で、失敗しない人生を送らなければならない、という根源的なプレッシャーがあった。そんな萎縮する若者、よりひの前に現れたのは、未来からやってきた五十嵐よりひだと主張するおじさん。このおじさんの2054年仕込みの価値観と大胆な行動によって、 今までより人自身が蓋をしてきた夢と仕事、友情と恋愛、結婚と家族といった人生の宿題が一気にぶっかまされる。恋人の筒入りん、筒入りんへのプロポーズ失敗で幕が開ける怒涛の毎日の中で、2054年の未来の価値観と2024年の今の価値観の摩擦に揺さぶられながら、より人は人生を生き抜くことができるのか、という未来と、 今の自分同士の価値観が衝突しながら予想もつかない人生が切り開かれるタイムトラベルドラマ。より人の恋人、筒井林役は、乃木坂46の久保志織が演じる。キャストコメント登場人物紹介、綱系と主人公、五十嵐頼人下向き黒三角役柄主人公。工業系の高等専門学校、高専。 お卒業後、リスク最小限を最優先に市役所に就職。地に足がついた30歳手前で、付き合っている恋人に結婚を切り出すため、レストランでプロポーズを結婚しようとするが、突如目の前に現れたおじさんにぶっかまされて、事態は急変する。コメント、主演の五十嵐より人役を務めさせていただきます、綱ケけトです。念願の NHK ドラマ初出演です。 脚本を読ませていただいてまず感じたのが、とにかく展開、展開、展開の嵐。読んでいて飽きない、癖になる怒涛のスピード感がとても魅力的な脚本でした。僕自身が今まさに脚本にぶっかまされています。未来の自分にぶっかまされるより人が、もがきながらも前に進んでいき、そして成長していく姿を丁寧にそして良い意味で肩の力を抜いて演じたいと思っております。 撮影はこれからで、放送もまだ少し先になるのですが、スタッフキャスト一同、心を一つに面白い作品を届けられるよう頑張りますので、ぜひ楽しみに待っていただきたいです。そして、誰しもがきっとこの先一度は通るような運命の分かれ道が訪れた時に、この作品を見たことが良き人生の選択だったとなれば良いなと思います。保し織乃木坂46、より人の恋人、 ツツイリンしたむき黒三角役柄より人の恋人。服飾系の短大卒業後にアパレル会社に就職するが、病弱の母を気遣い、実家のクリーニング店に戻って働いている。コメント、ツツイリン役を務めさせていただきます。久保しおりです。お話をいただき、初めての夜ドラへの挑戦が決まり、大きな嬉しさに胸が弾みました。私が演じるツツイリンは、 とても大らかで明るく実直な人柄です。一番身近な存在である恋人の変化に影響を受け、自らもその渦に巻き込まれていくことで、物語も大きくあらゆる方向へと動き出していきます。脚本をいただき、今この時代にこの作品をお届けする意味を強く感じました。日々様々なニュースが飛び交い、何かに追われ、未来になんとなく不安を感じ。 それでも今を生きる皆様に、一時の温かい時間をお届けできたらと思います。物語は30年後と今がつながりますが、この作品を通じ、一秒先の未来が楽しみになりますよう願いを込めながら、精一杯努めさせていただきます。よろしくお願いいたします。作品概要、NHK 夜ドラ、未来の私にぶっかまされる。2024年10月7日放送開始、総合、 毎週月曜から木曜夜10時45分11時、全32話、脚本、大池洋子山田桃子音楽、六月周平出演綱系と星より他制作統括、村山俊平演出、原栄助田中正川の秀明。